2017年というと、まあ、こちらにいっぱい資料がありましてね、ご紹介いたしましょう。宇宙飛行士野口さんがスペースシャトルディスカバリーで宇宙へ行ったという年です。 そうですね。そして平成18年はなんとトリノオリンピックで荒川静香さんが金メダル取れた年。何でですか？イナバウアー。はい、よくできました。ということで、吉祝の会の皆さんご紹介いたしましょう。18回目の参加になるということなんですが、伝承芸能と、お祭り参加は本当に、まあ、困難ということなんですけれども、楽しくもあり、イベントとか他のイベントともね重なってなかなか難しいなということもあるんですが、それでも本当にお祭りが大好きで楽しんでこちらの方に参加していただいております。ありがとうございます。さあ、それではお願いいたしましょう。吉祝の会の皆さんです。どうぞ。
ありがとうございました。ありがとうございました。吉舞の会の皆さんでした。ありがとうございます。もう伝承芸能ということで。